Breaking news. A mysterious murder in the house of Atkinson. Wanton under Edge's countryside. Intriguing was the discovery of the body of the man who currently owns the manor house, Dwight Shaw, and it was completely decomposed while several witnesses assured that he was still alive. The residents of the village brought back to mind the strange disappearance of 8 teenagers 3 years ago, while their friends claimed that they had to sneak into the manor house. But village dwellers are confused that such a mansion with a bloody past is going to be remade. Some people assume that paranormal phenomena are the cause of several disappearances and murders committed in the house of Atkinson. This is the first time that a team of mediums and parapsychologists gathered to study the paranormal phenomena related to the Atkinson Mansion and to unravel the mystery around the murder of Dwight Shaw and the other strange disappearances. Reminding that this place was a massacre scene which happened over 100 years ago, when the village residents attacked and burned the manor after the discovery of a satanic cult that killed more than 80 innocent people in demonic rituals. Some people say that these ghost stories are only fanciful, but no matter what they think, it is undeniable that a body cannot decompose in one night. Let's not forget that a satanic sect who sacrificed several innocent people lived also in this house 100 years ago. People are in need to know what's going on in that place, reminding that our special delegate went to the village of Wanton Under Edge to cover the investigative team's researchers. We expect to have an answer on Atkinson's mansion phenomena. Do they really exist? Or it's just legend? People are convinced that the place is haunted by demons. Nobody dares to approach the old mansion. Meanwhile, the village residents are calling it the Conjuring House.皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ？今回からこちらの新作ホラーゲーム、The Conjuring House をプレイさせていただきたいと思います。新作？つい数時間前にリリースされたばかりの日本語対応ホラーゲームなのであります。久々の新作ホラーな上に日本語対応とは。ゲームの内容としては、暗い過去を抱える悪霊の取り付いた古屋敷を探索、調査し、そこから脱出を目指すゲームだそうです。タイトル画面でわかる。絶対リアルで超怖いやつだ。雰囲気としては我々が以前プレイしたホームスイートホーム的な感じになるのかな。緊張してきた。それでは早速やっていきましょう。レッツプレイ。She's coming. One.
ということで始まりました。主人公おっかない老婆のような化け物に追われてたわね。今のがこの家に取り付いた悪霊か。めちゃくちゃ強そうだった。家から出る方法を探せだって。主人公はここを調査していた超心理学者チームの一員なのよね。そのようだね。他の仲間は、みんなあの悪霊にやられちゃったのかな。序盤のムービーでも仲間とおぼしき人が一人やられちゃってたしね。その人、それを燃やせ、って言ってたけど何のことだろうね。後々明らかになってくるでしょう。外はまだ明るいわね。突き破って外に出られないのか。霊夢、ここ入れそうじゃない？表示が出てきた。やっぱり、ここから外に出られるかも。行ってみますか。ここでさっきの悪霊に出くわしたら一巻の終わりだ。さっきのムービーで何かアイテムを使って悪霊を追い払ってたけど、そのアイテムまだ残ってるのかな。あ、ミッキーがいる。ネズミのことミッキーっていうのやめなさいよ。消されちゃうよ。ネズミさん頼むから襲ってこないでくれよ。うわ、巨大なゴキブリもいる。日本のゴキブリと比べてもめちゃくちゃでかいわね。海外は何でもビッグサイズだからね。ゴキブリで思い出した。そういやこのゲームを購入するとき、一緒にゴキブリシミュレーターゲームも買ったんだ。なんちゅうゲーム買ってんのよあんた。いやそれがプレイ映像見てたら結構面白そうでさ、今度一緒にやろうよ。絶対に嫌だ。ここ穴が開いてるね。でも出られなさそう。まだまっすぐ進めばいいのかな。お？Is anybody there? Control できるようになった。さっきの人悪霊に襲われちゃいましたね。今操作してるのは同じチームの別の人かな？扉に M って刻まれてるよ。この先にマクドナルドがあるのか？探索に行ったメンバーを探せだって。Maybe there's a key around. このロックされてる扉の鍵、近くにあるみたいね。サソリ座の印が刻まれてるだって。サソリ座の鍵か。ってことは今後他の星座の鍵も探すことになるのかな。かもしれませんな。この扉はロックされてないよ。この部屋にサソリ座の鍵あるといいけど。昔は立派な屋敷だったんだろうね。どこを見ても高価そうなものばかりだ。怖っ。なんでこんな不気味な絵が飾ってあるんだ。この屋敷完全に悪霊たちに占拠されちゃってるのかな。What is going on here? さっき操作した人の血かな。今鍵が落ちてたよ。サソリ座の鍵に違いない。やはり簡単に見つかってよかった。早速このサソリ座の鍵を使ってロックされた扉を開けに行こう。そうよ、私はサソリ座の女は？っていう歌があるのよ。あ、そう。上の階にも行けそうですね。このフロア調べ終わってから上行こうかね。そうしましょうか。なんや、ここもサソリ座の鍵で開くんか。行けるところたくさんあると調べるの大変よね。同じところに通じてるのかな。なのかな。さすが館とだけあって広いな。あ、そこも普通に開くのね。
何かあるかな。風もないのにシャンデリアが動いてるよ。いいねー、ホラゲーらしくなってきた。この屋敷ってさっきの老婆以外にも悪霊いるのかな。そらいるでしょうね。無線でもあればすぐに他の仲間と合流できるのにな。It's weird. こっちが聞きたいですよ。まさかみんなやられちゃったとかないよね。ありえますねー。また開いちゃった。こうもホイホイ扉に開かれると探索する場所が増えて面倒だな。マップでもあればいいんだけど。ああ、ここも開くのか。どこがどこに通じてるのか覚えておく必要がありそう。メモらしきものを発見。改装工事の作業員がみんな悪霊に怯えて逃げていっちゃったって書いてあるね。そら逃げますわ。たとえ大金を積まれてもこんなところじゃ働きたくないよ。さてさて、次はどこに行こうか。この扉は。はい、開いた。暖炉に火がついてるってことは誰かいるのは間違いないわね。それが悪霊なのか人間なのかはわからないけど。ほんと行けるところ多いわね。やっと開かない扉に出会えた。普通なら今のがっかりするところなんだけど。逆に行けるところ多すぎるのも考えものですな。ほどほどが一番ね。もう早速迷子になりそうだわ。不気味な人形が置いてある。彼らはすでにこの家を出たのか？だって。もしそうだとすれば主人公完全に取り残されてますやん。またややこしそうな場所だ。扉がいくつもあるね。え、何あれ？触手みたいなのがうねうねしてる。なんだなんだ。誰もいませんね。徐々に姿を現す感じなのかな。この辺の雰囲気バイオハザード7っぽいね。最近のゲームってほんとリアルだよね。また扉だ。お羊座の印だと？やはりそうきましたか。次はお羊座の鍵を探せばいいのね。ここは開かないと。来た道を戻るしかなさそうだね。お羊座の鍵を入手できたらまた来ましょ。あ、誰かいますね。さっきの触手の主？っぽいね、うねうねしてるわ。あれって序盤で襲ってきた老婆の悪霊じゃ。襲ってくる気配はないけど。何をしてるんだろう。あ、What's that? 閉められちゃった。なんで最初の人みたいに襲われなかったんだろうね。主人公があの悪霊の好みのタイプだったからとか？なんじゃそのしょうもない理由は。それじゃなんで襲われなかったのよ。主人公の体臭が臭すぎて襲うにも襲えなかったとか。そっちの理由の方がしょうもないわ。あれ、私たちどの扉から入ってきたんだっけ。あ、開始地点だ。ふむ。じゃあこの扉は。真っ暗。この場所はまだ探索してないかな。どこも似たようなデザインしてるからわかりづらいわね。この部屋はさっきも来たっけ。どうかしら。シャンデリアが揺れた部屋と繋がってるっぽいな。ってことはこの先はまだ未確認だね。おっと、ここでホラゲあるある一人でに閉まる扉。ロックされちゃったね。このゲームフラッシュライトあるらしいけどまだ使えないのかな。ある程度進めれば入手できるんじゃ。私は今欲しいのだよ。確かにちょいちょい暗い場所があるからライトがあれば探索楽になりそうね。わざわざ調査に来てるんだからライトの一つや二つ初期装備であってもいいと思うんだけど。メモだ。ついに作業員が失踪してしまったようですな。悪霊に連れて行かれたんだろうね。恐ろしい館やでほんま。消え。Robert, is that you?ロバートって序盤で操作した人の名前だよね。消えた。ロバート秋山どこに行ったんだ。今のがロバートだとすれば人間ではなくなってそうね。悪霊の仲間になっちまったのか。ここを開けるにはコードが必要みたい。お羊座の鍵に続くコードも探さなあかんのね。これだけ行ける場所が多いと探すのかなり時間かかるわね。カットはあまりしないで動画化したかったけどこの感じだとやむを得ませんな。サソリ座の鍵みたいに簡単に見つかってくれるといいんだけどねー。
ミステリアスな女を見たってメモに書いてある。あれは悪の化身で恐ろしいことが起きそうだって。ほう、やはりあの女が悪霊のボスか。これから何度も合間見えることになりそうですね。うわ、せっかくのトイレが暗くて全然見えない。ひどすぎるわ。ライトがないことにはどうしようもできませんね。今更かい。書斎かな？誰かいるぞ。ベストマスクみたいなのつけてる。今のやつら確かムービーシーンにも出てきてたな。一瞬で消えちゃったね。あいつらも悪霊なのかな。本があるよ。ダウンページ。If you're reading this note, it's probably because we're all dead. What's in this house? Surpassed anything I had imagined. It's impossible for us to leave this house. We tried, by all means, to eliminate the demon that haunts the place, but nothing seems to stop it. After much research, we discovered the existence of 5 artifacts that were used to conjure this demon into the world.It seems that these artifacts make it invincible. The only way to get rid of it would be to destroy these evil items by burning them. We specified the shape of 4 of the objects, but unfortunately, we didn't find any information about the 5th artifact. For now, we'll focus on the search and destruction of the 4 items we've specified. We'll have to separate to save time. I know it's a huge risk, but it's...The only option we have. なるほど。あの女の悪霊を退治するには5つのアイテムを見つけ破壊する必要があるんだね。そんなことしないでいいから早くここから出ようよ。死んでいった仲間のためにもこれは成し遂げなければいけないことなんだ。ひえー。長くなっちゃったし今回はここまでかな。そうね。ということで次回はアイテム探しだね。次からが本番だ。